細川修羅は横浜 DNA ベイスターズに所属する神奈川県厚木市出身のプロ野球選手、宇藤右打ち。神奈川県厚木市で出生後に茨城県北茨城市へ転居した。中学生時代は野球部へ所属していたが3年生の時に陸上部顧問の勧めでやり投げに挑戦。わずか3ヶ月の練習でジュニアオリンピックのジャベリックスロー種目へ。 出場したところ、77.42メートルの投てきで中学生記録を達成するとともに2位へ入った。この結果を受けて JOC からやり投げの強化指定選手に誘われたが、細川は野球を続けた。秋秀学園日立高校への進学後は2年春からベンチ入り。3年春の高校野球フェアでは打球が開催地。 長良川球場の外にある建物の屋根を直撃する本塁打を放つなど、6試合で5本塁打を放ったことで一躍注目された。また投手としてもストレートで最速時速 146km を計測。エースとクリーンアップの二刀流で臨んだ3年夏の選手権、茨城大会では、チームを創部以来初めての決勝進出に導いたが、上層学院高校に敗れた。 秋秀日立高校では、甲子園球場の全国大会と無縁であったが、2016年の NPB ドラフト会議で、外野手として横浜 DNA ベイスターズから50名で、指名。契約金3000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は52。2017年、公式戦の開幕を2軍で迎えたが、7月13日の、 フレッシュオールスターゲームにイースタンリーグ選抜の7番右翼手としてフル出場。同リーグの公式戦では114試合の出場で規定打席に到達し打率201ながら10本塁が33打点を記録した。シーズンの終了後にはイースタンリーグのビッグホップ賞と努力賞を受賞した。一軍公式戦には チームのリーグ戦順位が確定した後の10月3日の対中日ドラゴンズ戦で5番右翼手として初出場。1回裏西1.3塁で迎えたプロ初打席で笠原翔太郎からバックスクリーン直撃の3ライン本塁打を放ち公式戦初安打、初本塁打、初打点、初得点を同時に記録した。この本塁打は日本プロ野球の公式戦では 史上61人目の初打席本塁打だが、高卒の新人選手に限れば、チーム史上初、日本プロ野球史上でも6人目であった。チームのレギュラーシーズン最終戦となった翌4日の、同カードにもスタメンで起用されると、1から1のスコアで迎えた5回裏の第2打席で、決勝の2号ソロ本塁打を記録。二リーグ制が始まった1950年以降の公式戦において、 デビュー戦から2試合連続で本塁打を放った高卒の新人選手は細川が初めてである。チームがレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでも一軍に帯同すると阪神タイガースとのクライマックスシリーズファーストステージ第1戦で8回表に代打としてポストシーズンデビューも果たした。高卒の新人野手が CS に出場した事例はチーム史上初で た、球団を含めれば2011年の山田哲人以来二人目である。さらに、広島東洋カープとの CS ファイナルステージにも、代打で三試合に出場。チームが、セントラルリーグで優勝した1998年以来19年振りの、日本シリーズ進出を決めた第5戦では、4回表の、打席で、大瀬良大地から、センター前への敵地打を放った。CS に出場した。 高卒新人選手が安打と打点を記録した事例は、前日の山田以来二人目である。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも、第一戦の9回表に、代打で、寺原隼人から、中前安打を放つと、翌29日の第二戦では、8番、指名打者として、スタメンで出場。シリーズ通算で7打数3安打に死急一打点を、記録した。 高卒新人野手の日本シリーズ出場は、セリーグでは1988年の立浪、和義以来29年ぶり、パリーグを含めても2012年の近藤健介以来5年ぶり9人目。高卒の新人野手が日本シリーズ初打席で安打を放った事例や、CES と同シリーズの両方で安打を記録した事例はいずれも細川が初めてである。日本シリーズの後には、 台湾で模様されたアジアウインターベースボールリーグに n p b イースタンリーグ選抜の一員として参加。11月29日の対 n p b ウエスタン選抜戦と11月30日の対ジャバ戦で2試合連続本塁打を放った。2018年前年のレギュラーシーズン最終盤以降の活躍を背景に 春季一軍キャンプから一軍の整備抑止候補に挙げられていたが、公式戦を二軍でスタート。イースタンリーグでも前半戦は三振を重ねるなど振るわず、7月には二軍首脳陣の方針で強化月間として一時的に実戦を離れた。実戦復帰後のリーグ戦で二打席連続本塁打を放ったことを背景に、9月11日にシーズン初の出場選手登録。 一軍公式戦では11試合の出場で打率が222にとどまる一方で本塁打と二塁打を一本ずつ記録した。2019年前年に続いて春季一軍キャンプで首脳陣から高い期待を受けていたが3年連続で開幕を二軍で迎えた。イースタンリーグ公式戦では開幕から4番打者に起用されると6月に 同リーグのファーム月間 MVP を受賞。規定打席未満ながら、チーム最多の15本塁が、打率293という好成績を収めた。一軍公式戦では36試合の出場で、打率222、1本塁がを記録している。2020年、イースタンリーグ公式戦のほぼ全試合に4番打者として、起用。 10.11月期のファーム月間 MVP を受賞したほか、シーズン全体でも最終規定打席へ到達した末に最多本塁打、最多打点、最高出塁率のタイトルを獲得した。打率も318に達したことから、オプスもリーグの最終規定打席到達者としては最も高い995であったが、 一軍公式戦では19試合の出場で一本の本塁打を放つだけに留まった。高校時代に対外試合で通算63本塁打を記録したことから茨城の中田賞、浜のカブレラという異名を持つ。DNA への入団後は、筒子義友を憧れの選手に挙げている。イースタンリーグ公式戦でも1年目から本塁打率やオプスが年々上昇していて、 最多本塁打のタイトルを初めて獲得した4年目には本塁打率が16.5に達した。この数値は自身と同じ左打ちの強打者が同リーグの公式戦で本塁打を量産していた時期の水準に匹敵する。手動計測ながら50メートル層のタイムで最速6秒にを記録したほどの瞬足と遠投で100メートルを記録したほどの強権の持ち主でもある。 DNA 入団直後の筋力測定では、ベンチプレスで 130kg、スクワットで 230kg を持ち上げるなど、直近30年間に高校から入団した新人選手としては最高の数値を記録。入団1年目の春季キャンプでは、アレックス・ラミレスから体格やパワーは18歳に思えないとの評価を受けた。DNA への入団当初は、 バッティングにストレートへの強さが見られた一方で、緩い変化球への対応に苦慮していた。2年目の強化月間を境に、投球をなるべく体の近くまで引きつけた上で、逆方向へ打球を放てるように意識しているという。ちなみに、4年目にイースタンリーグ打撃3部門のタイトルを独占したことを受けて臨んだ表彰式では、チームに大きく貢献できた結果として、 最多打点のタイトルを獲得できたことが最も嬉しいと語っている。2歳年下の実定、拓也も聖なりに続いて秋秀学園日立高校へ入学した後に公式野球部へ所属していた。ポジションは当主で3年生だった2018年春の第90回選抜高等学校野球大会でチーム史上初めて甲子園球場での全国大会出場に導いた。 この大会では3回戦で大阪桐蔭高校に敗退したものの9回表の打席でネオ・アキラからソロ本塁打を放ってチームの完封負けを阻止したその年の秋にプロ志望届を日本学生野球協会へ提出したが提出後の NPB ドラフト会議でどの球団からも指名されなかったため2019年からは 東北福祉大学公式野球部でプレーを続けている。日本競輪選手会の神奈川支部に所属する競輪選手の細川洋はおじで、聖なりが DNA へ入団してからは NPB のシーズン終了後に自転車を使ったトレーニングを聖なりに指導したこともある。ありがとうございます。